僕サッカー選手で唯一囲碁を打てると思ってるんですけど、まあいないんですよ、打てる人が。食に関していろいろ好きなんですよ。そしてどうですかね、なんかこうチーム内でこう信頼関係を築くためにキャプテンからさっき聞きますけど、はい、なんかこう気を使ってるっていうか、なんかこうそういったものってありますか、自分が一番チームの中ですか、うん、年齢関係なしに、うん、いろんな人から意見を聞くとか、うんうん、先輩はもちろんそうですし、うん、後輩、年下の選手、まあ、すごい年の離れてる選手もいるんで、うん、まあ、そういう人からも意見をもらって、うん、することでやっぱ自分自身の成長にもつながるし、うん、チームとしても、うん、から成長してくると思うので、そこは謙虚にというか、うん、学ぶ姿勢でいます。さすがのキャプテンは違いますね、英語もね。どうですか、あなたさん。僕はこう、ヴェルディに来てめちゃくちゃ感じるんですけど、まあ時代は変わったなじゃないですか。うん、もう、僕が入った時に、うん、例えば10個上とかに中村俊さんだったり、うんうん、中澤裕二さんだったり、うん、いじるとかありえないわけですよ。平気で10個下の奴らが、めちゃくちゃいじってきたり、うん、こう、16歳で橋本、17歳か、橋本陸斗で社員賞のやつやってるんですけど、うん、もう毎日すごいこう、タメ語で話してきて、乗せてよ、なんつって、ありえないこと言ってきているんですけど、まあこういうのもこう変わってきたな、かなっていうのを受け入れて、うん、まあ同じ目線に立つじゃないですけど、うん、こう、伸び伸びとプレイできるようにというか、うん、っていうのは、まあ意識じゃないですけど、うん、知ってますね。天然だからいじりやすい。いじられキャラなんで。ああ、なるほど。すごい天然なんですよ。でも、見ない、見ない。逆に、若い人と、こうなんか目線一緒ってことは自分が年取らなくてよくないですか。あ、確かに、そうですね。ですよね。それこそ今挙げたあの橋本陸斗選手、今年17歳で、うん、今年35なので、うん、半分なんですよ、うん、今選手、若い選手から、まあ、特に今年若い選手多いので、うん、まあ、いろんな役割があると思うんですよ、うん、キャプテンがいて、うん、天然がいて、うん、で厳しく言う人もいるし、うん、なので僕はまあバランス取れればいいなっていうふうに思ってるんですけど、うん、じゃあちょっと質問変わるんですけれども、うん、サッカーだけではなくて、このここは誰にも負けないっていうチームのメンバーに負けないっていうアピールポイントはありますか、ハノ選手から。僕サッカー選手で唯一囲碁を打てると思ってるんですけど、まあいないんですよ、打てる人が。なんで一人でたまにこう誤解書行って、平均年齢70歳ぐらいなんですよ。で孫のように構成してすごいね。最年長94歳っていうおばあちゃんで、それなら負けないんじゃないでしょうか、サッカー選手。平選手で僕は負けないかわかんないんですけど、結構食に関していろいろ好きなんですよ。あの栄養素とか体にいいものとか調べて、と体入れてトレーニングした後の回復する食べ物とか調べたり、こうジンとかに教えてるんですけど、これ食べた方がいいらしいよみたいな。聞けば大体答えで返ってくる。そういう知識は多い方かなと思います。栄養学とか。栄養学とか好きです。はい。まあ、豆さとフットワークの軽さは自分の武器だし、結構こういろんなとこに顔を出したりとか、連絡取ったりとかっていうのは、まあ、苦じゃないので。それではですね、順番に皆さんにですね、この夢と目標で、まあ、これ逆に言うと区別するとすると、目標って僕にとっては夢を達成するための手段だと思うんですよね。だからそういうものっていうと、まあ、目標っていうのが近いところで夢が遠いところっていうふうにもしイメージしたとしたならば、あ、夢、目標、そんなことがもし一緒かもしれないけど、あったら教えていただきたいんですけど、田中選手が。まず直近の目標としてはやっぱこのチームで上に上がりたいっていうのがありますし、うん、僕はこう今まで4回手術をしてるんですけど、で全部右足なんですけど、うん、こう1年でも長くプレーする、まあ、うん、結構もうこの年になってきて、うん、まあ、
契約の問題もあるし、膝の問題もあるし、こういろんなことを考えなきゃいけない中でチームと共に上に行って、うん、やっぱプレーし続けるっていうのが力の目標で、うん、まあ、夢は自分の子供をしっかりと育て上げて、うん、立派な大人にすることです。じゃあ誰です？夢は子供がいるので、子供に憧れられるようなパパであり続けたいっていうのがあるので、うん、そのためには、まあ、今4歳と1歳半なんですけど、もう少し自分の現役を、生活を長くして、うん、子供がもうしっかり記憶に残るぐらいまで、しっかり現役生活をしていきたいなと思うのが今の夢です。うん、で、そのためにはやっぱ、日々のそのトレーニングだったり、うん、その後の体のケアだったりっていう、うん、地道な生活の積み重ねで、うん、そのより長く現役生活できると思うので、うん、まあ、そういった取り組みをしていきたいです。うん、まずはやっぱチームが J1 昇格という目標を掲げていますし、うん、僕自身も最初浦和レッズでプロキャリアをスタートさせて、3年間 J1 でやったんですけど、うん、その後ずっと J2 でプレーしてきて、うん、今年昇格して、うん、来年はサイスタでレッズを倒したいっていうのが一つあるんですけど、ね、まあ、その先にやっぱこうアスリートとかスポーツの価値を伝えて、うん、伝え続けたいと言いますが、うん、そういうのが夢になってくると思うので、うん、全て叶えていきたい。では最後にこの番組を見てくださってるファンの皆さんに一言メッセージをいただければと思います。花田選手からお願いします。残りのシーズンは絶対に怪我をせずに、勝ちにとにかく貢献できるように頑張ります。はい、いつも応援ありがとうございます。今シーズン、最後皆さんと一緒に笑って終われるようなシーズンにしたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。最後、本当今シーズン最後終わった時に皆さんと笑えるように、ね、子供たちが私に憧れて、まあ、サッカーで何でもいいと思うんですけど、今日夢を持って活動していってもらえるように何かしら僕らもアクションしていければいいなと思っています。よろしくお願いします。本日はですね、光レンタがスポンサーをさせていただいてます、東京ヴェルディさんのグランドにお邪魔しまして、今パパさんとして活躍していただいているお三方にご出演いただきました。今ヴェルディ絶好調なので、この絶好調をですね、秋までキープしていただいて、秋口にはなんかこう、いいね、乾杯ができたらいいなというふうに思ってですね、今日は番組を締めさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。渋谷とかに遊びに来てた時に声をかけられて、うんうん、で写真を撮っていただいたんですよね、うん、その写真を今の事務所の社長が見て、うんうん、この子どこにいるのって言って、うん